はい、どうもお世話になっておりますテッシーでございます。今回も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。これが最後ラストダンジョンですね。まあラストダンジョンって言っていいのか分からないんですけれども、ミルドラースのいるダンジョンです。これ謎解きみたいになってる、これ動くんですよね、床が。で、一番上がゴールですか。ってことは一番上の空いているやつを上に持っていかないとダメってことですね。なるほど。ちょっと待ってね。まあやってみるしかないけども、このやめくもにやっても意味ないですもんね。これ上空いてるのをど真ん中で上が空いてるのがこれしかないですね。ってことはこれを上持っていかなきゃいかんと。ってことは、ああでもこれ左空いてないっすよね。これを下に持っていけばいいのかな。で、違うか。どっちかを動かしていけばいいと思うんですよね。これを動かすと左につながって、ああいけそうですね。これなんかダメかな。これが多分いけると思うんですよね。どんどん回していけばいい。あれ？回していけばいいだけだと思ったんですが、あれ違えな。あ、大丈夫かな？ダメか。これダメっすね。あでもダメっすね。あれ？あ、いいのか。これでこれでこうじゃない？違うな。全然ダメ、出れなくなった。これはダメ。マジか。ちょっと待って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 。これはね、これはもう動かしていった方がいいパターンのやつかもしれないですね。これこうして動かして、これじゃあダメなのかなって思いましてね。なんかダメっぽい気がするけど、いけるんじゃね？いけねえか。これが左が空いてないんすよね。あ、
いける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 気がする。これ左は全部つながってますもんね。これでこれでこう動か、ダメか、あ、いいのか、こう動かしてこうじゃない、いいじゃない。でどんどん動かしていけばいけると思う。違うかな、あ、ダメだ、左いけねえわ、いけねえわ、あれ、あ、いや、これで、こうか。こうして、ちげえな。なんか違うな。え、やばい、やばい、やばい。ちょっと待って、これ30分かかる。やばい。これ、こうして、あー、やばい。これいけないっすもんね。うーわ。なにこれ。え、ちょっと待って。こう上持ってったのが間違いなのかな。これ持って、ん？これ左いっちゃったら結局出れないんですよね。そうなんですよね。じゃあ右からじゃないってことなのかな。いやいやいや、やばいやばいやばい、ちょっとドラクエ謎解きよこれ。全然3の時とレベルが違う。ちょっと待った待った、マジで、あれ戻れねえぞ。あれ、ちょっとこれリセットできない、もしかして。あ、これでリセットになるわけですね。よかった。ちょっと待って、これをまず動かして、右がダメだったんですよね。ちょっと今度左で行きましょうか。そんなむちゃくちゃなわけじゃないと思うんですよね。でこれエンカウントしてないからよかったんですよ。エンカウントしてたらもう終わってましたからね。これでこうしてどんどん回していくのかなと。まあ要はって言って全然分かってないですけど、この真ん中と左のやつですよね、ポイントは。あ、これ、あー、そっか、これ左って上、まあ単純に回してってみます。こんな難しかったです、これ。そんな記憶はないんですけど、こうして、こうして、あー、これは下とつながらないってことか。
あれ、これこう下まで、でいけるけれどもこれ入れないですよね。下まで行って、これ動かして、あ、いいのかいいのか、動かしてこうして、でこれ、あ、でもそっか、これ左側にこれ抜けらんないんですよね。この時に、ちょっと待ってくださいね。どういうことこれ。下行ったら意味がわからん。ああ、これで戻れなくなった時に、じゃあちょっと最初からやってくださいってことですよね。あの、ちょっとね、時間ください。待ってね。まあ、敵出ないってことがわかってるんで、ちょっとちゃんと見よう。左は左のやつ空いてて、右は右側のやつが空いてるってことですよね。で、これを一番上に持っていきたいわけなんですよ。ポン、ポンポン、ポンポン。これ右を動かしても何のあれもないか。左行ってこれ右、あー、これそういうことなのかな。これこうしてずーっと回っていければいけるの。でもこれさっきやりましたよね。やんなかったっけ。回して、あれ、これめっちゃ楽じゃね？あれ？これすげえ楽っすね。ああ、いけるいける、よかった。超楽じゃないですか。ちょっとちゃんと考えればよかったね。ほんと頭のいい人ってこれ絶対もう一発で、はい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 みたいな感じで、IQ 高い人そういくんでしょうね。ありがとうございます。うわっ、もうボスだ。どうしますこれ。今いくら持ってんの。うわー、1万3000か、大きいな。そしたら一旦戻りましょう。いや、実際ここね、勝負しろっていう声もあると思いますけれども、これ無理っすね、この状態だと。ちょ、見てくださいよこれ、 MP を MP、 無理っす。無理っす。テッシーがね、死にすぎました、ここまでで。はい、それですので、ちょっとね、無理なんで一回リレミとします。本当にすいません、謎も解けたんで。で、ジャハンナ戻ります。あ、エビのマウンテン来れる、ここまで来れるんですね。いいっすね。それで、ちょっとすいません、コントローラーの紐を椅子の足で踏んじゃって、ちょっとやばいやばいやばい。ちょっと待って、すいません、これ壊れちゃうんで。よし、 OK。
もう椅子にちょっとちゃんとね、あのあぐらとかだとやばいんで椅子に座ってやってますね。 OK、 止まりましょう。こっちじゃない、エビルマウンテン行きまして、あれ回復の泉みたいなのあった気がするんだけど、なかったかな、記憶違いかな。まあボスまでなんとか耐えるしかないっすよね。呪文節約していって、復活の杖は相変わらず変えないと。なんかありました、他に。3万2千ですよね、今。お金。しなし56。で、魔人の金槌預けましょう。まあ、モロバもいいですけど。モロバ、魔人の金槌。あとは、シェイクのベールと、そんぐらいっすか。鉄仮面は売っちゃえばいいっすね。ていうか鉄仮面売って3万4千ぐらい。なんかいいのありましたっけ。3万5千。ミラーマーか、これでもそんなでもないっすね。ピエールに力の盾、あー三日の盾もいいね。三日の盾でいいか、そしたらなんかちょうど良さそう。ピエール何装備してんの今。マジックシールドとかじゃないよね、風神の盾か。鏡の盾、なんかでも攻撃も欲しいところですよね。あれ、こっちからか。どうしよう。でもミルドラヤスね、多分次の動画で倒すか倒されるかになってますね。そうしますと買いに来た。復活の杖高えな、高えな。武器はそんなって感じですね。よし、三日神行こう。三日神の盾ってそんないい盾なんですね。ドラクエ1の最強装備ですよね。唯一ロトの盾っていうのはないんですよね。三日神の盾行きましょう。これでピエール、奥さんは一番最後ですね。申し訳ない。風神はそっかは装備できないと。預けちゃいましょう、なんか貴重そうなので売ってなかったですよね、風神の盾は。もう売ってなさそうなやつはちょっと分かんないんでね、とりあえずもう預けると。呪われててもとりあえず預ける。小さなメダル今2枚。 OK です。時の砂、賢者の石、世界中の雫、イカズチ、すいません黙っちゃった。よし、これで行きましょうか。
ね、はい、やり残したことはなし。お金ちょっとでも預けよう。道具屋ないんですよね、ここね。ここか、こいつか。なんかいいものない？ないっすね。エルフのお守り全員に買ってあげたいかな。お金。オッケーです。いやー、そしたらですね、今回の動画はちょっとここで切ります。で、次、エビルマウンテンですね。入ったところで、ところから出発したいと思います。ね、いつも1日1本なんですけど、これ続けて動画アップしますので、よろしくお願いいたします。動画の色をよろしくお願いします。右上のね、ところから次の動画になっておりますので、クリックしていただければそのまま移動できますので、よろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。